えー、プレイオフね、そろそろ優勝候補が絞られてきたということで、まあ OKC、OK、かミネソタか、ダラスか、ボストンかってとこで、後のチームはちょっとノーチャンスかなっていう。うーん、ニックス、怪我人出すぎですよねっていう <laughs>。あれすごいよね、ビラーノバ大学3人集。なんなのあれ。ミケル・ブリッジスもそうなんでしょう。あの大学って、なんかタフネスかなんか教えてんの食事療法かなんか教えてて走り込みさせてんのかなっていう。 まあ、まあ、ニックスは長い間弱かったんで、未来が開けてよかったんじゃないですかっていう、なまさかのヴィラノバー3人種によるタフネス、えー、トリオで、はい。ということで、まあ、24の夏のオフシーズン予想をやっていこうと思いますと、えー、ユタジャズが、ね、大きく動く気がするんですよねと、うんえー、今年のオフの、ねまあ、中心はね、まあ、ドラフトがあんまりいい選手いないっていう話だから、ドラフトのことを考えてもしょうがないという。うん まあサンアトニス・パーズあたりはドラフトでいい選手を指名してくるんじゃないのかなっていうどんな選手を指名してくるのかなって考えたら 1, え1に欲しいのがプレイメーカー。それから、ウェン・バンヤマと組ませるビッグマン。それだから 3D。まあ、この辺かなっていう。できればビッグバーはモバイルビッグマン。できれば3が打てるっていう。うん。ブランドミラーみたいなのが一番ちょうどいいんじゃないのかなって思うような気もするんだけど、ちょっとあれだとインサイドのインパクトが弱いと。で、まあ、OKC、OK、はね、どうなるか。優勝したら継続路線になる可能性がある。だって、ジョシュ・ギディが化ける可能性があるから、あの人フリースロー入るから、多分ね、3ポイントもうちょっとすれば入るようになってくる。 来ると思ううんだよねっていうそうなってくると 2m1cm だったかなのポイントガードでしょうん出すのもったいないということで継続路線で若手を1杯指名して育成して遊ぶとかやるんじゃないのかなとか思うんだけど、えー、来年の契約結構空いてるんだよねよく見えると大体7 0ンぐらい空いてたからだからひょっとしたらポール・ジョージ取れますよねっていううん。でヤニスも指名権とかギリーつけたら取れるわけで。 まあ、ヤリスでも取ってこないと思うんだよね、ヤリス。なぜかっていうと、ここのチームって身体能力が高く、機動力があって、ディフェンス力があって、スリーポイントが打てて、ドライブができる選手。まあ、この、うん、基準を満たしてないと基本取らないから、だからヤリス3位ないから、ひょっとしたら取らないんじゃねって欲しくないんじゃねっていう。うん、で、欲しいのは、ポール・ジョージみたいな 2way プレーヤー。またはね、市場にね、大物が出回ってくるのもあってんじゃないのかなっていう。 えこの辺りの、サンズあたりの、デビン・ブッカーとかね、エンビート。エンビート一応3打てなくはないけど、まあ、どうなんだろう,う。まあということで、OKC、OK、はね、まだまだ状況よくわかんない。それよりも気になるのがユタジャズ。 あのダニエインジでしょ。で、マルカネ残したでしょ。これ何かやってくるんじゃないかなと思ってずっと考えてて、あって思って、ヤニス一本釣りだよ、これ。うん。ヤニスに対して多分、指名権ね、5個要求してもいいぐらいだと思うんだけど、ひょっとしたら6個でも7個でもつけて、一本釣りしていくの可能性がある。で、その後、ヤニスを取ったのを見せつけた後に、 あのこの辺りを補強するにかかる。例えばポール・ジョージ、ジョエル・エンビート、ジミー・バトラー、ドロバン・ミッチェル。この辺りがちょっと噂になってんのよ。えー、ジミー・バトラーもそろそろ年だし、マイアミ・ヒートがもう手放したがってるっていう噂もどっかで聞いたことある。ドロバン・ミッチェルはあと1年しかない契約を延長していない。エンビートはここにいたくないを言いそう。 で、エンビートとヤニス、ツインタワー組ませたら、っていうか、マルッカネンと組ませたら、もう地獄の3人でしょ、フロントコート。で、あとは、えっ、ー、と、バックコートに守備がいい選手だけ置いとけば、最低限ゲームメーカーできて。まあ、そんな感じで、うーん、ここはね、やってきそう。ダニー・エインジだしね、<laughs> やってきそう。ユタ・ジャズが一番熱いんじゃないですかねって、ひょっとしたらユタ・ジャズってね、うーん、地味なチームだったんだけど、今までずっとずっと。 えー、カール・マロン、ジョン・ストックトン、ピート・マラビッチ。ピート・マラビッチはちょっと派手か。で、その後、デロン・ウィリアムス、えー、っと、カルロス・ブーザー。うん、地味だよねっていう。で、その後、ゴベアが来て、 えー、ドノバン・ミッチェルが来てマイク・コンリーが来てっていう感じでやっぱりちょっと地味なんだよねでドノバン・ミッチェルもあり得る話でね指名権あれだけ獲得して取ったのにあ出したのに今度取る時は指名権1枚か2枚で取りうできそうでしょだってもうあと1年しかないから1枚でもつけてくれるだけありがたいわけでねクリーブランドかしたらふざけんなってなるんだけどその辺のサイコパスっぷりがねダニエージーっぽいなって思って 俺は、ヤニス、どのみち、マルッカネンの、うん、ビッグ3かなって、ちょっと思ってますと。で、次、サン当にトニス・パーズ。継続か補強か、ここはもう、本当にドラフト次第でわかんない。うん。とりあえず欲しいのは、モバイルビッグマン、できれば3が売ってる、ウェ,ウェンビーと組ませるやつね。それから、3D。で、プレイメーカー。で、ヤングはね、俺、いらないと思う、正直。うん。 コメント欄でもいただいたんだけど、スパーズファンの人から。ヤングはね、ほんと守備があれだからダメだし、オフザボールの動きも悪いし、そもそもスパーズのカルチャーに染まるのって話。それだったら使い捨てでハーデンの方がいいんだよね。1年か2年の使い捨てができるから。で、ディーロもね、1年か2年のお試しでやってみるっていうのも手で、まあ、他にもね、ポイントガードいろいろいるから、まあ、試してみるのもあれじゃないから、あの例えばのウィザーズのタイアス・ジョーンズとか、 で、あとはね、シューターが欲しいよね。はい、見てください。FA リスト。えー、OKC、OK、ユタ、サウンントニス・パーズって言ったら、大体70ミリぐらい空いてんのね、どこも。うん。で、その中で取れそうなスリーポイントシューター、できればディフェンスがあるって言ったら、うん、ピッて見て思うでしょ。バディヒールド、それからマリック・モンク。この辺いいよね。この辺を2人取れたら、多分、このサウンントニス・パーズ大満足だと思うよ。だって、ウェンビーにスペースを与えることになるから、 ただそれだとゲームメイクができないから、でも高くなるんじゃないのかな、これ。うーん、20ミリオン行く可能性、もっと行く可能性はないか、あるかな、どうかなっていう。アヌノビーだとディフェンスとかね、カットインがついてくるからもっと高い。で、ディーローはディフェンスがない。でもディーローのディフェンスを我慢してっていう、どうだろう、ね。で、他にもね、大穴とし俺考えられるのが、トバイアス・ハリス。 うん、デトロイト・ピストンズの技が出てんだけど別にさトバイアス・ハリスがさ15から20ミリオンだったら悪くないでしょっていうあと KCP もね一応出てきてる候補としてでポール・ジョージはね高すぎるからやめた方がいいしもう34歳だしこのプレーオフ見ててもちょっとパッとしなかったからわざわざねポール・ジョージっていう特級人物をね引き受ける必要はないと思うし多分あのポポビッチねこういうタイプの選手あんま好きじゃないと思う。 で、デローザンが安い値段で帰ってきてっていうのはあるかもしんない。スパーズに関しては。で、あとね、クラクストン。うん。クラクストン、カイル・アンダーソン、バランチナス。このあたりだとクラクストンだとスペーシング悪くなるんだけど、でもリムプロやってくるでしょ。リムプロでこの人とウェンビーがゴールスタイルって地獄でしょっていう。ただ、 ウェンビーをもうちょっと楽にさせたいんだったらカイル・アンダーソンかバランチュナスって言うて、これ辺はあんまり高くなくて、しかも1、2年のお試しでいけるはずだから、うん、まあだからスパーズ結構夢がある、オージアネルビーがまだ契約延長してないから、あ、あとね、もう一つ、えー、ゲイリー・ハリスとかクレイ・トンプソンとか、これもね、値段が安いようだったら獲得しに行った方がいいと思う。ハリスは値段の上がらない、下がらないんじゃないのかな。 ということで、サンアトニス・パーズに関してはまだまだちょっとよくわかんないですと、多分ね、スパーズもね、悩んでると思う。セカンドオプション、サードオプション、フォースオプションっていっぱい作ってると思う。うん。ドラフト次第。えー、レイカーズはね、レブロンの去集次第で、マジでレブロン次第なんだけど、レブロンいても優勝無理っぽいから、俺はね、うん、そろそろさよならしてもいい気がするんだけど、ただ、レブ、ロサンゼルス・レイカーズというチームがレブロンという大スターを手放すかと言われたら、多分ないと思うから、マックス契約2、3年のやつを結ぶ可能性 があるんじゃなないいのかなっていう、うん、で39歳40歳になる選手に5年契約を渡したらバカだからさすがにそれはないんだろうけどでサンアントニス・パーズがちょっとレブロンの噂もありっちゃあるんだけどうーんやめた方がいいと思いますよせっかく空気が良くなってるのにレブロンという人を入れたら空気悪くなって補強要求しだすんであと守備しない、うん、今のレブロンは守備できないもう足が動かなくなってるだからね サンドネス・スパーズみたいなチームは、ジョシュ・ハートと、あの、ブランソンと、デヴィン・チェンゾーね、取ってきたらもう完璧なのよ。これに、えっ、ー、と、ウェン・ビーに、えー、あと誰か組ませれば、ああ、いつあの、デヴィン、デヴィン・ンンハリスじゃなくて、あの、誰だっけ。今、スパーズでシューティングガードやってるやつ。で、それでいいわけで、ケルトン・ジョンソン出して、だけどね、ニックスが絶対出してくれないので、と。あ、はいつクリッパーズ、ここが一番よくわかんないと思う。 ただ、ポール・ジョージのあの呪いから解放されるから、ひょっとしたらね、代わりに来るのが、誰かいい若手を取る可能性があるから。うん、だって、ポール・ジョージを、えー、手放したインディアナ・ペイサーズは、オラディ・ポト・サボニス・ゲットでしょ。で、ポール・ジョージを手放したオクラホマサンダーは、シ,ャイシェイウェットでしょ。 となってくると、ロサンゼルス・クリッパーズ、ここでボールジョージ手放したら何かいいのがついてくる可能性があるんじゃないですか。ひょっとしたらね、ドラフトでいいのを当てるみたいな。ドノバン・ミッチェルとかデビン・ブッカーみたいな可能性は十分あると思いますよっていう。ということで、えー、クリッパーズはね、もうこの辺のね、なんか呪いの匂いがする何かは手放した方がいいと思います。西ブルはね、ウエストブルックは結構空気良くしてくれるんで、残してもいいと思う。本当うん。俺はウエストブル だからハーデンを出すのを確約した上でウエストブルックにプレーオプションを行使してもらうっていうのもありなんじゃないのかなっていうそしたらね結構いいチーム出来上がる気がするカワイレナードとウエストブルックとまあ他の人たちで、うん、ノーマン・パーベルとかでインディアナ・ペイサーズははっきりんだけどシアカム次第なんですけどシアカムとは再契約しない方がいいと思うんですよねっていう。 うん一巡目指名権2枚か3枚出したと思うんだけどなんでかって言ったらねあのハリバートンの周りにシューターを置いとかないと機能しないだからハリバートンの周りに置いとく選手ってシューターかまたはあのインサイドでピックアンドロールで突っ込んでくれるカットインしてくれる選手だからシアカムだとねボール持ってダムダムしだすからちょっとどうかなっていうね、うん、それよりも帯ビトッピンみたいなあの突っ込んでくれるやつの方が俺いいと思うんだよねっていう。 そういう意味でシアカムと八村交換しませんかっていう、うん。で、インディアのペイスーズがね、シアカム逃した場合、誰を狙うべきかっつったら、これ、オージアヌノび、うん。またはね、トバヤス・ハリスなんかはもう、黙ってシューターやってくれるよっていう。うん、<laughs> あの相手がね、ちびっこかったらポストプレーやってくれるし。 えー、トバヤス・ハリスかアヌードビーあたりがいいんじゃないのかなっていうね。あとデローザあたりを控えで安く雇えればそれは最高で、ポール・ジョージはもうやめた方がいいってます。特急呪物なんでこれ。うん。で、ハーデンはもう絶対合わないんでやめてください。絶対。ハリバートンからボール奪うのはやめてくださいっていうね。キングスのあの <laughs>、キングスのボール足りない現象が起こるんでって。 はい、次、セブンティシックス・アーツ、ハリスの重しがついになくなる、マックス契約だったからトバース・ハリスって問題だったわけで、まあ、15から20ミリオンだったら、結構いいロールプレイヤーだと思うんで、再契約も可能性はあるとは思うんだけど、ただ、それならそれで他のチームが狙ってくると思うんだよねっていう。で、まあ、エンビートがね、ここにいたくないを言いそうな雰囲気もなきにしもあらずなんだけど、ポール・ジョージを取ってきたら残ると思うんだよね。そして、特急呪物をまた <laughs> 引き受けた。 セブンティ7 6サー s <laughs> <76 ers> が <laughs> 大変なことになりますとねベン・シモンズに続いてポール・ジョージですかっていうやめた方がいいですよっていう特急樹物を <laughs> また抱えるのはそもそもエンビード自体が特急樹物の可能性あるんだが本当になんでこいつ MVP だったのっていうはい次ネッツディールを欲しそうなね空気出してます えー、まあ,あの、なんだろう。局面打開できる選手とか、まあハンドラー欲しいんだよね、ここのチームは。だから、指名権じゃなくて 3D 一杯持ってて、草って状態で、今いるあの、キャメロン・ジョンソン、あれが多分一番高く売れそうな気がする。ミケル・ブリッジスも、ね、契約長いから、まあ、ミケル・ブリッジス手放すからもったいないよなでも、手放したらね、指名権確実に3枚か4枚来るから、あいつ。ひょっとしたら手放すのもありかもね、っていう。そしたら、ドリアン・フィリー・スムズも出して、 えー、ディーローとクラックストンの愉快な仲間たちをやるのもありかなっていうそしてキャム・トーマスが横でグロいディフェンスをしながらまあうんどうなるんだろうそれディーローとキャム・トーマスのグロいディフェンスバックコートにクラックストーン面白いんじゃねっていうそしてまあドラフト持ってないんだけど2重目指名あたりでこういう年っていいのが出てくるからひょっとしたらねドレイモンド・グリーンみたいな引き当てるかもしんないじゃんっていうそもそもジャレット・アレンとニクラス・クラックストンってそんな上位指名じゃなかったと思うんだけど ということで、ネットはね、えー、すっとこどっこいな、えー、シーズンを過ごしたんですけど、これからもね、夢が広がりまクリングなのが、やっぱりね、この 3D3 人衆、あいつら。うん。いっそのこと、キャム・トーバス手放して、あのいわゆる強豪チームの,あのシックスマンとして起用してもらえるように。で、それで、指名権を1枚もらってっていうのも、そしたら指名権10枚ぐらいゲットできるんじゃない ?3D 全部手放して、キャム・トーバス手放してとかやったら。 それはい次3ずと華麗族っぽいんですよねっていうブーデンホルザーを翔平の噂が出ててでここはっきり言うと弱点はポイントガードとインサイドの守備。 はい、ポイントガードって言いましたけど、はっきり言いますよ。えー、あのビッグ3からボールを手放すセットオフェンスを導入する。いざって時に監督の言う通りに動く。そもそももう KD 全盛期の力なくなってんだから一人じゃ何にもできないし、あなたボールハンドルやったらターンオーバーしまくりでしょっていう。ということでね、KD からボールを手放せっていう。そのためのポイントガードは誰がいいのかなってね、これ見ていくでしょう。 うーん、さっき言ったタイアース・ジョーンズあたりでいいと思うんだけどなっていう。えー、またはヒゲ安く買ってくるでもヒゲ KD と組んだけどダメだったでしょ。あ、いたいいのがただめっちゃ高いめっちゃ高いレブロンレブロンえー、ただ守備崩壊するなということで、今年はあれだね、ポイントカードあんまいないね。D ロぐらいか。 うーん、ディーロ安く来てくれないと思うからな、絶対。だからやっぱり誰かね、探してくるべきなのよ。安いやつを、どっかで。はい、次ラスト、バックス。うーん、今ちょっとサンズのポイントガード候補を持ったんだけど、今いる、えー、スパーズのポイントガードを安くトレードかなんかあれ取ってきたらいいんじゃないポポフィッチ文科生だから、ひょっとしたらね、うん、しっかり仕込まれてる可能性がある。そもそもね、NBA でポイントガードとしてやってる選手って、 そのスター選手がね、好き勝手やる、またはスター選手のボールを配球する役として、仕掛けなどしてないんだけど、この前のインディアナ・ペーサーズ対バックス戦見る限り、パトリック・ベバリー最低限のゲームメイクできてたでしょう。つまりね、NBA に登ってくるポイントガードって、まあ、監督のね、指示を理解できるし、それを遂行できるだけの頭がある、また理解力があると考えれば、 だから 3D のポイントガードを取ってきたらそれで終わりじゃねって思うんだけど 3D にこだわる必要あるかなうん、こいつらならないでしょう,うん、スペースなくてもいいんだから。だから、ポイントガードだったら本当ね、ディフェンスさえできれば誰でもよくねぐらいの気持ちで取ってきて任せるのもあるよっていうサンズ。それができるかどうか。うん、うん、KD に、うん。うん、KD。うん、KD。本当に KD にっていう。で、えー、ブッカーとね、ビールはね、もうポイントガードじゃないんだからやめさせて。本当にっていう。 で、ラストバックスは、えー、リラードとヤニスを放出して、ドックと一緒にカモンガイズした方がいいですよっていう。そっちの方が多分ね、面白いシーズンを送れるし、ペーサーズとうまくやれてたのって、リラードとヤニスがいない時だったでしょっていう。だから、えー、カモンガイズしましょうっていう、本当に。うん。ということで、ヤニスを、えー、ユタに放出して、リラードは放出できるのかなぁ。 うーん、いっそのことね、バイアウトしましょう。<laughs> バイアウトしたらどっかがね、取ってくれる。えっ、ー、と、どこがいいのかなそうしたらサン・アントのスパーズあたりが取ってくるんじゃない全力で。うん。いやー、でもクリス・ポールもあるか。サン・アントニスパーズの場合。うん、バイアウトした場合。ということでね、今回はね、24夏のオフシーズン予想を行ってみましたと。ということでね、失礼します。